はようございます。1月10日水曜日朝の7時です。ここは東北道下り国民サービスエリアです。今日行くところは宮城県岩沼市、荷物は軽いケースものが40個ぐらいです。ちょっとしかないんで、で後ろからの下ろしなので、後ろの方に固めて積んでます。下ろし時間はまあ午前中ですが、9時ぐらいにつければいいなと思います。はい、まあこの先次のインターで降りて、あと4号線下っていこうと思ってます。降ろした後はまだ決まってないみたいですね。はい、では今日もよろしくお願いします。あ、降ろし場所の近くにスーパーがあるので、降ろしたら昼飯をスーパーで買おうと思ってます。9時5分です。到着です。受付行ってきます。待ち時間なしですぐに卸し開始で、9時40分。岩沼市完了です。全部キャスター付きのカートに乗せて、6カートぐらいですね、6台車ぐらい終わりました。まず朝飯兼昼飯を食べようかなと思います。というか、まず受領証をここの近くの郵便ポストにぶち込んで、それからスーパーに行って朝飯券を昼を買って食べたいと思います。で、会社電話したら東京まで改装、東京江東区で翌着の浜松積み置きだそうです。東京まで改装か。まあ夕方までに行けばいいんだけど。はい、買ってきました。今日は寿司じゃなくてオムライスナポリタン。ちょっと傾けたらぐちゃっとなっちゃった。あとはリンゴが1キロ530円か。あとおにぎりも買っちゃった。これ味噌田楽、美味しそうですね。味噌田楽、これは130円か。これはおやつ代わりに食べようかなと思います。
はい、午後2時です。ここは大谷パーキングエリア430です。もうちょっと食べようかなと思って、これおにぎり、仙台味噌のおにぎりです。この大葉がいいね。5時です。江東区積み館です。4時半に着いて30分で積み上がりました。まあ軽いケースもの98個。まあ箱は大きいんだけど軽いということで浜松 AM 着だそうです。ということで。あと気をつけて会社に戻りたいと思います。